機械とかいっぱい落ちてる。材料になりそうなものあるかな。おや、珍しいね。若いお嬢さんがこんなところに。はじめまして。誰だろう。冒険者って感じじゃないけど。これはこれはご丁寧に。こちらこそはじめまして。お嬢さんもこの遺跡の探索に？あ、いえ、たまたま通りかかったんですけど、なんだか面白そうな場所だなって思って。面白そうか。なかなか知的好奇心が旺盛なようだ。いやー素晴らしい。非常に残念だが、今日はやめておいた方がいいかもしれない。うん。どうしてですか？そうだね。どうやって説明したものか。例えば、お嬢さんは大切なものを隠すとき、どうやって隠すかな？大切なもの？地面に埋めちゃうとか？それじゃ不十分だね。いつ誰に掘り起こされるか分かったものじゃない。そっか。じゃあ、そうだ、鍵のついた箱に入れておきます。大きさにもよるけど、それだと箱ごと持ち去られてしまう可能性があるんじゃないかな。あ、そうですよね。それじゃあ、よし、それじゃあヒントをあげよう。可能なら自分で持ち歩くのが一番なんだが、そうでない場合、何らかのトラップを仕掛けておくのが有効だ。あ、ここで言うトラップというのはだね、モンスターだ。さて、最初から振り返ってみよう。つまり僕が何を言いたかったかというと、そんなこと言ってる場合じゃないです。後ろ、後ろにモンスターが。おっと、追いつかれてしまったか。ちょっと長話が過ぎたみたいだね。いかなる状況でも常に落ち着いていること、科学者の鉄則だよ。でも逃げるというアイディアには賛成だ。ではもう走れない。あの人どこにもいない
もう大丈夫かな。さっきのモンスターは。よかった、いないみたい。始める前から疲れちゃったけど、気を取り直して頑張ろうっと。あら、これってチャンスじゃない？余裕余裕。私は疲れてなんてないわよ、この程度で。また出かけるときはよろしくね。さて、取ってきた材料アトリエに運ばないとよ。あんた、足元ふらついてるわよ、大丈夫なの？危ない。絶
全然大丈夫じゃないわよ。もう半分貸しなさい。でも悪いからいいよ。黙って見てる方が心臓に悪いわよ。ほらさっさと渡す。はい。重かった。手伝ってもらわなかったら帰ってこれなかったかも。このくらい全然大したことないわよ。鍛え方が足りないんじゃないの？そんな息切らしながら言っても。でもありがとう。お礼なんていいわよ。別にあんたのためにやったわけじゃ。はじめまして。私は。ただいまお姉ちゃん。この子はね、お友達のミミちゃん。お友達？ちょっとあんた何勝手なことを。ん？私おかしなこと言った？友達じゃないでしょ。私とあんたは仕事仲間っていうかライバルっていうか。全然知らなかったわ。こんな可愛いお友達がいたなんて。いつもトドリちゃんが迷惑かけてるんじゃない？え？いえ、そんなことは。あの、そうだわ。よかったら一緒に夕ご飯食べていかない？もうすぐ準備できるから。あ、でも私は。そうしようそうしよう。お姉ちゃん料理すっごく上手なんだよ。ほらほら。うわ、ちょっと引っ張るんじゃないわよ。私も手伝う。え？いいわよ。お友達が来てるんだから、あなたも座ってなさい。いや、でも、それだとミミちゃんにお手伝いしない子みたいに思われちゃうし。いつもはしないじゃない。来てもらおうかしら。そしたらトトリちゃんお手伝いしてくれるみたいだし。